はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はハイザワーシリーズの、ホッピーのパクリ商品、ハイサワーハイピー括弧ビアテイスト、プリン体ゼロカロリーオフ果汁が 1% です。果汁 1%? ああ、リンゴとレモンの果汁が入ってますね。炭酸飲料。焼酎とかウイスキーとかウォッカを1に対して、このハイピーを4加えて、まあ飲む、まあ、ね、ホッピーのパクリ。ということで。まあ、今回は、まあ、大樹氷さんをですね、大樹氷を入れて、4、ちょっと入れすぎたかもしれない。うわ、でもあれだな。ホッピーがだいぶ色が、ホッピーってもっと濃いよね。まあ2杯分ぐらいあるか。で、まあ、混ぜて、出来上がり。ビアテイストっていうの。これ確か値段が、まあ100円ぐらいかな。これだったらハイピーじゃねえ、ホッピー買った方が良かったかもしれない。じゃあ乾杯。ああ。あ、でも結構。うん、ま、うん、結構っていうか、ビアテイストって書いてあるくせに、全然ビアテイストじゃない。ホッピーと全く逆ですね。リンゴとレモンの味がする。結構甘めのやつですね。甘めってほど甘くないけど。うん、結構甘い。うん。ハイピーでくぐります。白水車。うん。でもこれね、レモンビアテイストっていうのもあるんですよ。うん。レモンビアテイスト。これがね、俺、あんまり美味しくなかった気がする。前飲んだことあるんだけど。うん。前飲んだ気がした。確か飲んだんだけど、あんまりうまくなかった。でも、これは、ビアテイストでもない気はするけどな。ビアテイストっていうより若干のレモンフレーバーと、若干の甘さがある感じですかね。ああ。うん。やっぱ、ホッピーの方が全然苦め、美味しいですよ。多分、これはこれで、まあ甘くて、あれなんですけど。
まあ、ハイサワーシリーズ結構あるんですけど、なんかどれも別に、でもなんか惹かれちゃうんだよね、これね。香類の焼酎で割って飲むやつなんで。なんか、なんか結構、ね、惹かれちゃうと。なんかこう、なんていうかな。なんか、大衆酒場っぽい。ね、基本的にこう、タモリクラブっていう番組でこれ紹介されたっぽいんですよね。この白水社のハイサワーが、まあ、タモリとガダルカナルタカと、マダメカオリと、五つ和幸監督らしいです。その人が出演したタモリクラブで、これで、紹介されたなんか逸話とかがいろいろ書いてあったりするサイトもあるんですけど、まあ、少なくともこのハイサワーシリーズですけど、まあ、レモンとグレープフルーツは買う必要ないでしょう。多分。いや、どうだろう。まあ、少なくともレモンは一番買う必要ないですね。この、ね、シリーズね。だってレモン果汁 100% なんて基本的にもうどこでも売ってるからね。それ言ったらもうグレープフルーツ果汁だってほら、グレープフルーツジュースで代用すれば、ね。何も問題ないと思う。でもレモン果汁はほら、まあでもどうなんだろうな。このハイサワーはレモン果汁が 10% 入ってるので、結構濃いんですよね。レモン果汁が。なんか多分それが売りなんでしょうけどね。だからほら、100% のレモンジュースを、まあ、10% 加えるわけだから、1対9ですね。炭酸飲料9。レモン果汁 100% のやつを1入れてやるとやっぱり若干こう炭酸が弱くなっちゃう。あ、
てか、よくよく考えたら、このシリーズ、炭酸むちゃくちゃ弱いんだった。前ほら飲んだでしょ。くっそ弱かったじゃん。ということを考えると、レモンとグレープフルーツは間違いなく買う必要はない。あと、青リンゴと梅とライムがあるんですけど、このシリーズ。まあ、それはまだ買う必要あるかな。うん。青リンゴと梅、特に青リンゴはなかなか珍しいですよね。まあ、ライムも、まあ、ライムもっていう、まあ、ライムはまだ、まあ、ライムはまあ、いいか。ねえ。うん。うん。まあ、って感じですかね。うん。青リンゴはちょっと飲んでみたいですね。ただ、このハイサワー、これ高いんですよ。前も言ったけど。ね。高いので、あんまり飲みたくない。でもなんか、ほら、なんとなくこう、惹かれるものはある。氷類好きとしては、こう、いろいろ割って飲んだりするのが大好きな人間なんで。うん。まあ、氷類の焼酎を、その、ストレートとかで飲む人間もまあいないと思います。あまりね。まあ、やっぱなんかで割って飲む。まあでも割って飲むのだとやっぱ、やっぱホッピーが個人的にかなりの、ねえ、うまいっていう、とは思うんだけど。うん。なあ。ホッピー。まあ、ホッピーだろうな。やっぱな、あるとしたら。まあでもこういうハイサワンとかのやつは、パクリ商品がだいぶいろいろ出てますからね。ね。100均とかで結構売ってるでしょ、こういうサワー系のなんか。ね。なんかしら。結構よく見るもん。高いからね、基本これは。値段が高い。うん。だってさ、1リットルのやつが6本入りで、1890円。6本でしょ ?6 本で1900円ってことは6318だから、300円以上するぞ、1本。高くね?さすがに。さすがに高いと思うな。個人的に。だって炭酸飲料100円だからね。炭酸飲料のほら、1リットルのやつなんて100円で買えるわけだから。ちょっと高いですよね。ちょっとっていうか、ちょっとどころじゃない。なんかぼったくりのような気もするんですけど。俺だけかな、これ。ね。多分俺だけじゃないはず。まあ、少なくとも、こう、なんていうかな。ほら、レモンとかの、
産地とかにはこだわってるみたいなんだけど。ね。うん。だけどさ、そのシチリアの、違う、イタリアのシチリア産レモンとかさ、言われてもさ、ただのレモンと味そんなわからんでしょ。うん。と言われてもなと。お、ハイサワーの、工場見学。もうちょっとこれ炭酸強くした方がいいと思う。マジで。割とマジで。てか炭酸このあれ弱すぎるんだ。ハイサワー。ハイサワーシリーズ。ちょっと炭酸弱すぎるから。ハイサワーでもさ、こういうさ、工場さ、やっぱさ、いや、まあ、てか、俺、このハイサワーのさ、あの、あれが欲しいんだけど、グラスが。あの、ホッピーのグラスみたいなやつなんですけど、ホッピーグラスみたいに、ここら辺に、あの、星型のマークがここについてて、で、ここまで、こう、焼酎を入れるよ、みたいな。そういう目安の、あれがついてるんですよ。地味にああいうの欲しいんだよね。ホッピーのあの、ジョッキもあるけどさ。ハイサワー。ハイサワーの瓶でね、グラスでちょっとヤフオクでググってみようか。もうねえんだけど。グラスないの？ないのか。関係ないですけど、聖剣伝説2のですね、あの、サントラを実は俺買ったんですけども。まあ、最近落札したあの入札じゃねえや。ギャフクで買ったんですが。まだ届いていないんですが。ね。うん、楽しみです。うん。でも、こういうさ、工場でさ、働きたいよね。なんとなく。酒好きとしては。なんか酒のほら、こういう工場で働けば絶対これ、もらえるでしょ。なんか、車販とかで。いいなぁと思いますけどね。車販で。うん？あ、あった。美尻グラスだって。あの、ケツが、あの、水着の、あの、女性のおケツが乗ってるハイサワーのグラスが、あの、白水社の、あの、ホームページのオンラインショップで売ってますね。735円。たっけー。
ぼったくりにも程がある。こんな普通に100円で売ってるような、あれですよ。グラスですよ。で、通常のロゴ入りタンブラー単品が525円。うわぁ。たっき。でも、ビジリグラス欲しいな。ビジリグラス。ビジリって読むのかな？だいたい読み方がわかんないけど。ビジリで合ってるんだろうか。うわぁ、このタンブラー欲しいなぁ。ちょっとググってみよう。はい。サワーグラス。で、ググりまーす。と、出てきたのが、あ、安い !298 円だって。買ってよかった。居酒屋気分いっぱいのロゴ入りグラスが欲しくて欲しくて。これどこだ？楽天か。これ送料かかるんだよな。このロゴ入りグラス欲しいな。地味に。地味に欲しいな。送料別でこれ送料の方が高いんじゃないのかこれ。マジで200、300円本体、本体価格300円でしょ。絶対高いと。で、ハイサワーのオンラインショップだとこれ、いくらかかるのこれ。じゃあ一旦ビジリグラスを、ポチって、注文画面に一回進んでみると、うわぁ。会員登録しないとダメなのか。めんどくさ。微妙だよね。このビジリは結構いいけど、うん、ビジリ、ビジリ、ビジリのあれはいい。どうでもいいけど。ん？ああ。2011年の11月9日。まあ、2年前ぐらいですけど。セブンイレブンで、白水社が、ハイサワーおうちで居酒屋セット、税込み799円をセブンイレブンネットで販売します。ハイサワーのグラス、さっき言ったグラスと、ハイサワーレモンとハイサワーハイピー、とかいろいろついて、ん？あ、ハイサワーのマドラーもついてる。いいな。販売しますだって。セブンイレブンネット。
あらー。死ねよ。2年前か。遅いよ、それを知るの。もう、なんだよ。てか、ヤフオクで売ってねえのか、ハイザワの、あれ、グラス。まあ、ヤフオクで売ってたとし、仮定しても、まあ、送料が、いくらかかるかは知らんけど。アマゾンとかで送料無料で売ってねえの。なあなあ。売ってないか。でですね、関係ないんですが、その、このハイサワーのですね、パクリ商品として、ロイヤルサワーというのが有名なとこであるんですが、てか、ぶっちゃけこっちの方が俺個人的にメジャーなんですけど、木村飲料という会社ですね。そちらで、あの、値段がね、200円ぐらいで売ってるという、100円も安い。1リットルのやつなんですけど。しかも、レモン、グレープフルーツ、青リンゴ、梅、ライム、というね、もう5種類。完璧にもう、完全なるパクリ。もう、味もパクってるからね。味っていうか、その、あれも完全にパクリの、ね。があるんですけども。ね。まあ、それは置いといて。まあ、100円も安いんだからね。全然いいかと俺は思うんですけど。うん。いや、むしろ、その程度のものにね、あの、300円も出すバカは、てかそこまで出すような人間はそういないでしょうか。俺ぐらいなもんですよ。うん。でも、にしてもこの問いからクソまずいな。なんか、だんだん食ってきてなんか、もう飽きてきたんだけど。27グラムしか入ってないのに、飽きるとか。なんか気持ち悪くなってきた、これ。食ってて。食ってて気持ち悪くなるじゃん。なんか変な大豆のこう、リアルなこの大豆のこの味がさ、気分悪くなってくる。豆のこの、しかもリアリティのしょっぱくもない。この、リアルなこの大豆の味が。うん。まあ、これ二度と買うことはないでしょ。それから。まずい。上に高い。上に量が少ない。クソすぎる。さすがにクソすぎる。ということで、このハイサワハイピーのビアテイスト。まあ、これ三つ星だな。うん。それではご視聴ありがとうございました。